メダルオブオナー史上最大の作戦は、エレクトロニックアーツより発売されている1、認証視点シューティングゲーム。プレイステーション2版メダルオブオナーシリーズ第1作目。日本国内では、シリーズ初のコンシューマカであったが、緻密なグラフィックと AI システムの導入、物語性に富むシナリオなど、充実した内容となっている。しかし、パソコン版でのマウス操作とは違い、 プレイステーション2のコントローラーによる操作のため慣れるまで操作がかなり難しいという点やゲームプレイ中に不具合も起こるという難点もあった。本作の音楽はマイケル・ジアッチーノが担当している。また、北米では2010年10月12日に発売されたメダル・オブ・オーナーのリミテッド・エディションに PS3 独占コンテンツとして本作の HD リメイク版が収録された。しかし、 2010年10月21日に発売された日本版には本作の HD リメイク版は同梱されていない。第二次世界大戦のヨーロッパ戦線、ジミー・パターソン少尉は航空輸送団に所属し C-47 輸送機を操縦しパラシュート降下兵の輸送を行っていた。しかし激しい対空砲火により蒸気が被弾し乗員4名と共に ノルマンディの草原に不時着する。その後、現地のレジスタンスの助けを受け全員無事に舞台に合流し、パターソンはそのままノルマンディ上陸作戦に参加。そして、マーケットガーデン作戦など数々の作戦に参加するが、やがてオースから、ナチスドイツ将校、ルドルフ・フォン・ストゥームガイストにより、密かに開発が進められている新兵器について探るよう命令が下された。 ここでは本作に登場する敵兵について述べる。大半は公式サイトからの引用だが、一部推定も含む。ノルマンディ上陸作戦ちなみにこの章のブリーフィングではパターソンが U ボートを破壊したことについてのことが触れられるが、これはプレイステーションで発売された第一作目と通じている。嵐過ぎ去るまでの列車に搭載されている t e ー g e の舞台マークは、 ミハエル・ビットマンが所属していた SS 第5 1重戦車大隊のものである。本作の音楽は後にアメリカ映画の音楽を担当するマイケル・ジアッチーのによる楽曲だけあり映画音楽そのものといえるサウンドである。2010年10月に発売されたメダルオブオーナーの限定版に HD リメイク版が収録された。ありがとうございます。